皆さんおはようございます。ピッポです。1月13日の3時更新情報を紹介していこうと思います。まずはバーサスイベントチーム2が配信開始されました。期間が3日と23時間になっているので17日の水曜日までの配信となっているんでしょうかね。 TOTY は20日からと告知がされてたと思うので、17日から20日までの間はクッション期間として 84×5 みたいな感じで SBC がいろいろ登場するのかなといったところではありますね。今回の注目選手でいくと1番はラッシュフォードですかね。ラッシュフォードは逆足がスキル5のアタッカーかつ人気選手ということでかなり値段はつきそうですね。その他でいくとロドリであったりリュディガーであったりトモリ、ジョアン・フェリックスなんかは人気が出そうですね。そして SBC でアイコンピックが復活しました。こちらは後ほど引いていこうと思います。セリエ A とプレミアリーグのボトム選手が登場しました。12月のセリエ A はミランのプルシックということで俊足プラスで登場してますね。数値的にもしっかり強そうなサイドアタッカーということで使ってみると意外と強そうな感じでありますね。プレイスタイルも優秀で俊足と迅速とトラッパーと的確なパスあるのでサイドアタッカーとしては申し分ないんじゃないかなといった選手ですね。そしてプレミアリーグはボーマスのソランケが登場しました。スキル3逆足4で187cm あってパワーヘッダープラス持ってる選手なんで一芸はあるので使い方次第ではしっかり強いんじゃないかなといった選手ではありますね。そしてイベントカードでガビが登場しました。ファイヤーバージョンとアイスバージョンがあります。ファイヤーはスキル5逆足4でトラッパーのプレイスタイルプラスを持っていてドリブラータイプの選手として仕上がってますね。アイスバージョンはスキル4逆足5で鋭いパスプラスを持っていてロブの達人持ってます。そしてアイスの方がパスの数値は高いですね。個人的にはトラッパープラス持ってるこちらのガビの方が好みですかね。どっちも結構強そうな選手ではありますので好みに応じて片方作るのは結構ありかなと思いますね。作成コストは22万コインほどと結構安価なのでとりあえず作ってみるでもいいんじゃないかなと僕は思いますね。特徴がはっきりしてる分個人的にはサンダーストラックのデヨングより強いんじゃないかなと想像しております。そして目標でストーリーラインのボガが登場しました。そして今日は新たにエボリューションが2つ登場しました。逆足トレーニングとスキルムーブトレーニングという2つのエボリューションが登場しております。まず逆足トレーニングは瞬速とシールドのプレイスタイルを獲得することができて逆足がプラス1されます。対象選手は ST で元々の逆足が最大4で最大レート84だったりという制約がありますね。スキルムーブの方はパワーシュートとループの達人のプレイスタイルを獲得できてスキルムーブがプラス1されます。こちらの対象は ST でスキルムーブがもともと最大3の選手になりますのでこちらのスキルムーブトレーニングとファウンダーエボリューション2を組み合わせることによってスキル3の選手をスキル5にできるっていうのは結構ありなんじゃないかなと思いますね。今週末は出かけてしまって動画作ることができませんのでこちらの逆足トレーニングとスキルムーブトレーニングで良さげな選手がいたら週明けに動画にまとめて紹介したいなと思います。はい、ということでアイコンピック引いていきましょう。ということで皆さんも何引いたかよかったらコメントで教えてください。また次回の動画でお会いしましょう。では。